こうお互い両チームとこうタフゲームを勝ち抜いて上がってきた2チームですけども、はい、まあ、先ほどセミファイナルでアクシデントあったサイモンの斉藤選手もコート上に戻ってきましたね、はい、戻ってきましたね、はい、非常に楽しみなカードです、はい、少し注目として挙げたのはですね、この小池真理子選手、塚野選手、はい、まあ、森本選手のところのマッチアップがどうなっていくかっていうのは非常にちょっと注目なのと、まあ、有明選手と斉藤選手の得点というのがすごい鍵になってくるんじゃないかなと思います、はい、ありがとうございます。まずはシュートに対するファールをゲット、サイモンドットエグで高橋選手ワンショットです。あとですね、準決勝のところからこの23番の今フリースロー打つ高橋選手のこう攻守光るプレーがたくさんありましたね、はい、だから今も序盤からシュートを狙いに来てすごくいいんじゃないかなと。先ほどもこの斉藤選手以外の得点が鍵になるとおっしゃってましたが、はい、そのうちの一人高橋選手で対するダイマーですね、今コート上にいる9番の、はい、吉武選手、はい、吉武忍選手、彼女も攻守ともにカッティングだったりリバウンドだったりそういうこう足を稼ぐようなプレーからダイムに流れを寄せている選手なので、はい、この2人にもすごく注目したいです。注目していきましょう。その吉武、うん、ナイスインだ。残り5秒、1対1です。ここはショットクロックバイオレーションです、はい、今惜しかったですね。合わせとしてはすごく理想でしたね、はい、ギリギリまで切り込んでコーナーの人にパスを渡す、うん、よく代表の日本チームでもしっかりコーナーまで合わせようって言ってるので。あ、そうなんですね、すごくいいシチュエーションでした、はい、さあ斉藤選手来ますよ。中に入った、落ち着いてますね。もうなんか足大丈夫そうですね。動けてますね、はい、まあね、残りのね頑張っていた3名の仲間たちが決勝までつないだので、はい、ぜひここは勝ちに行きたいんではないでしょうか、うん、トーナメントゲームとしては年内最後のゲームとなります両チーム、うん、いいシュートだ。いいキャッチシュートだ。いや、小池さんいいシュート。右ウィングの3ポイント、2ポイントですね、はい、結構確率よく決めてますね今大会。なるほど、178センチ小池選手、ステップバック、コーナー2本連続同点です。あの辺りですね、はい、有明選手ミスマッチですよ。うん、塚野選手惜しかったですね。準決勝もノックダウンの頃あのコーナー決めてましたから、はい、森本選手今ミスアッチをうまくつきましたね、はい、ファードを受けて、はい、選手交代して東京ダイムオフェンススタートです。スコアは4対4。長い落としてい、やあのシュート外さないですよね。ちょっとあの中高生たちにあのゴール下のシュート教えてほしいです、ね、はい、あ、なるほど、はい、小池選手非常にうまいです、はい、そうですね、あそこを落とすか決めるかっていうのは非常に大きな、そうなんですよ、すね、簡単に見えてすごく大事なスキルだと思うんですよね、はいはいはい、さあ強いドライブからアタックを仕掛けた鈴木選手のフリースロー、うん、しっかり消えましたね、はい、ああいうね部活なんかやってる方はね、いわゆるマイカンドリルってね、ああいうゴール下の動きはよくやると思うんですけど、少しねやはり今動きをつけた中で難しいショットですので、はい、トップ選手もやってるスキルですからね、はいはい、あ、ナイスティーだ。ファール取られましたね。サイモンのカッティング効果的ですね、うん、いい動きしてますよ。
まあ、お互いもう足に来た状態でやってますからね、はい、そうですね、はい、最後まで目が離せないです、はい、これが3試合目リターン、ナイスプレーだ、ナイスパス、うん、わお、吉武選手よく守った、つかの、ナイスショー、いいですね、つかの選手といい、森本選手といい、はい、ベテランの活躍が光りますね、いや吉武選手アグレッシブですね、いいですね、目立ってます、ここで TV タイムアウトです、ゴルフの楽しさをもっとみんなに知ってもらいたい、ゴルフパートナーでは皆さんから買い取らせていただいたクラブをこれから始める人に1本プレゼントする活動をしています、初めてのゴルフマニュアルをお付けして、ゴルファーみんなのための初めてのゴルフクラブプロジェクト、ゴルフパートナー、このゲームに関してもコメントをたくさんありがとうございます、しっかりと届けます、残りは6分26秒1点リードはブラックのサイモンです、はい、これ決めて同点ですね、はい、ご招待、斉藤選手のところディフェンス大事ですよ、2ポイント、うん、塚野選手いい粘って決めた、こういうプレーは非常に大事です、いいリバウンドでした、こう相手の一瞬の隙を突くっていうのは本当に大きいですからね、はい、うん、いいシュートだ、いいシチュエーションですね、スクリーンもしっかりかかってました、はい、しっかりこの距離を見極めて、ポストミスマッチですよ、うん、2人で挟んだ、グッティだ、ディフェンスボールとなりますので攻守は入れ替わります、やっぱポスト入れるパスも山なりのパスをさせて、その間にあの反対側のヘルパーがダブルチームに来る、はい、すごい理想的な守り方じゃないかなと思います、な山なりのパスをさせるという、そうです、そうです、ね、だから常にお互いがハードプレッシャーをしなければいけない、あとまた信頼関係ですよね、はい、うん、斉藤選手いいドライブだ、この2人のマッチアップ、うわーっとすごい、うん、決めてこれない、斉藤選手は痛そうだが大丈夫か、うん、高橋、うわ、ナイスパスだ、うん、お互い外してますね、おお、ウルセプ、うん、つかの、いいですね、お互いやり合ってますよ、うん、うわ、素晴らしいファイト、いや、いいですね、いいですね、ヒートアップしてますよ、はい、お互いぜひぜひこのコメント欄、あの拍手のスタンプでもお願いしますナイスプレーです、まあ本当強い気持ちを持って最後までプレーしなければ勝てないですからね、うん、うん、やっぱこう自分たちのストロングポイントをいかにこう最後まで出し続けるかっていうのは、特にファイナルこういう劣勢の状況ではすごく重要なことで、だから今小池さんはもうポストミスマッチのところ常に突き続けてますよね、はい、さあその小池さん、小池さん、うん、いいですね、やり合ってますよ、うん、グッティだ、すごいディフェンス、うん、いやもうそうですね、拍手スタンプ来てますよ、そうですね、はい、ボールは持たせないディフェンスだ、その有明選手、おお、
青、サイモンのファールです。サイモンはファールが5つになりました。東京ダイムは3回ですね、ファール。そうですね、残り4分20秒、サイモンは少しファールをケアしなければならないですよ。有明がいく、うん、突破して決めた、うまい。9対9同点、はい、少し今ダイムの方が流れいいですよ。1対1仕掛けます。ここはスピードのミスマッチをつくのか、うん、森本選手よく止めた、うん、ボールが回ってます。さあここでどうする、ナイスパス、うん、マイ、やっぱあんだけスペーシング取られるとディフェンスのヘルプは寄れないんですよね。なるほど、もう一人の選手は大きく逆サイドに開いてました。はい、うーん、うわー、ここで TB タイムアウトです。はい、コードです。いやここまでは本当にコメント欄にもありますが素晴らしい試合です。いやいい試合してくれます ね、 いいすね。こうライブ配信を見ている皆さんも感じてると思うんですけど、はい、こう体の当たりが全然もう今までの試合とは違うと思います、はい、本当にしっかり当たってその中でプレーをしていますよね、はいはい、この辺り気持ちを押し出してのプレイ、はい、残り3分34秒、ここからはもうミス一つ許されないプレーが大事になってきます、はい、クライマックスに向かいます。残り5秒、ツーを取る、リバウンド、森本さんナイスリバウンド打ってきた、森本が来た、ツーポイント来てますね。森本選手自信を持って狙ってきてます、はい、スイッチした、ボールを持ちすぎです。ここもディフェンスを、でもよく決めた、29番鈴木選手はよく決めました。これで2点差、残り5秒、仕掛け残すか、うん、ナイスルーズボール、こうね、こう 傷が大きくね、こう怪我してしまうかもしれなくても、こうみんなボールに飛びついていく、ね、この姿をぜひね、はい、見ているお客さんは見て、はい、感じ取ってほしいですね。そうですね、はい、きっと伝わると思いますからね、はい、この画面上でも東京ダイムボール、はい、しかもね吉武さん結構笑ってるんですよね。そうなんですよね、ファイターですよね、あナイスインだ、来た、先ほどから東京ダイムは2面ピックがうまく効いてますよね、有明さんが結構スクリーンを使った後開いてるので、はい、だいぶスペーシングが取れてます。スペーシングが、はい、うん、小池さん、ファールはブラック、やり続けるっていうのが本当大事なんですよね。もう自分の役割に徹してますよね、はい、サイモンはファールが6つとなりました。これで6つですね、はい、7つ目から相手にフリースローが与えられます、はい、ダイムは攻め続けると思いますよ。3点リードのダイムがアドバンテージを取ったか、リバウンドどっち、うん、ナイスルーズ、こぼしてくーねじ込んだ、うん、吉武選手よくボール反応した、この辺り今のはビッグプレーですよ。斉藤、うん、わーナイスボックスだ、これも絡んでる、サイモンここ頑張らなくては、でもファールができない状態です。うお、あディフェンスだ、素晴らしいプレイ、サイモンナイスディフェンスです。オフェンスサイモンボールですね。斉藤桃子ここは足を引きずりながら一旦コートにベンチに下がります。さあサイモンセットオフェンス何をしてくるか、残り1分53秒、スカの鈴木に入る、1対1か、5秒、
鈴木対丸本、フックショットだ。吉武選手ボックスアウトいいですね。しかし奪った、うん、塚野選手1分30秒。うわうまい、このシュット。またここに吉武登場。うわねじ込んだ。16点目、森本タイムですね。いやいいシュートだな。塚野選手2ポイント。いや来た、つないでる。いいですね、分かってますね。さあ4点差、ラスト1分。まだ分からないですよ。ファールできない中、いいタイトな守りしてます。てうわいい1対1だ。おーもうエンドワン。うわ今激しく守ったんですけどね。森本さんよくそこからリバウンド、そして自らよく決めました。エンドワンです。素晴らしいプレーだ。出てる選手はみんなもう肩で息をするぐらいハードです。ツーショット、はい、次を決めればスリーポイントプレーの完成となります。はい、そして得点18点だ、はい、18点でストップ。18対12、サイモンはまだわからないですよ。ダイムディフェンスの強度を緩めません。はい、41秒、はい、6点差を追いつけるか。斉藤トゥオー飛び込んできた。ナイスリバーン。いや23番高橋選手いい仕事してますね。すごい企画。残り37秒。ナイスインだ。ショットクロック5秒。うわ飛び込んでいった。すごい、体ごとねじ込んでいく斉藤。ここもうまい。はい、うわっと届いた。残り5秒。わーナイスカットだ。4秒、3秒、ここでタイムアップ。いやいいゲームでした。まずはコート上両者称えます。ご覧ください、 3x3.exe プレミアジャパン2020カップ女子カテゴリーの決勝戦は東京ダイムドットエグゼ VS サイモンドットエグゼ20対15、見事チャンピオンに輝いたのは東京ダイムドットエグゼです。いやー手に汗握る素晴らしいゲームでしたね。はい、はい、いいゲームでしたね。ですね、決勝戦ちょっと振り返っていただいてよろしいですか。本当に素晴らしいゲームでしたが、はい、まあ、本当両チームともこう、ね、カードの中10分こう戦い切ったというのは本当に素晴らしいですし、そうですね、こう、まあ、勝ち抜いた東京ダイムさんが終始自分たちのバスケットを貫いた形だったかなというふうに、はい、思いま す、 です、ね、またやっぱこう要所要所で光る森本選手のこう攻守というのは本当すごい良かったですね。そうですね、はいはい、ただ今日はこうトーナメント通していいところでシュートを決めていたので、はい、それがすごい勝ちに、つながってたんではないかなというふうに、はいはい、思います。素晴らしいゲームでした。これは東京 3X3 ストアで、ね、ご覧の方も、きっと、いい素晴らしい瞬間だったと思います。また、はい、あのコメントも本当にたくさんありがとうございました。本当に素晴らしいゲームでしたね。ぜひ最後皆さんでもう一回のパチパチパチスタンプでね、ぜひ両チームそして女子カテゴリーのゲーム皆さんで称えてあげてください。